プロデューサーらしく颯爽と出勤するぞ。事務所はこっちだよな。ん？向こうにいる女の子は誰だろう。どうして道端で立ち止まって。それは友が悪いって思うな。早く謝るのと。何かをつぶやきながら携帯を触ってる。メールでもしてるのかな。あ、来た来たって思ったらまた和弘から。もう本気で面倒なの。ミキは子供には興味ないって言ったでしょ。それじゃね、バイバイっと。なんだか顔が険しくなったような。髪も金髪だし、もしかして不良か何かなのか。あ、今度はパーティー開催のメールなの。もうミキは忙しいから無理だって言ってるのに。あ、でもミキの王子様がいる可能性もあるよね。これは難しい問題なの。何やらつぶやきながら言ってしまった。少し派手な感じの女の子だったな。恋に友達にお忙しって感じで。と、そんなこと気にしてる場合じゃない。急いで事務所に行かなくちゃ。はい、なの。ミキは星井ミキだよ。アイドルデビューして半年で15歳なの。特技は顔が可愛いことと胸かな。趣味はおしゃべりで、最近は恋バナがブームって感じ。疲れたからもう終わりでいいよね。ダメ？じゃあしょうがないの。ミキね、割と最近まで頑張るの嫌いだったけど、最近結構頑張ってるんだよ。だからミキのことよろしくなの。